はい、ジャンサク TV をご覧の皆様、こんにちは。夕刊富士杯争奪麻雀女流リーグ2020大阪1組第5節、本日の実況を務めます、梶本拓典です。よろしくお願いします。変なテンションで始まりましたが朝なんでね、ちょっとテンション上げていかんと、はい、エンジンかかんないんで、よろしくお願いしますそれでは第5節、1回戦ちっちゃから順番にチームの皆さんを紹介してまいります。まずちっちゃが麻雀カボ神戸電チームです。よろしくお願いします。イエーイ。では自己紹介お願いします。では私から。皆さんこんにちは、おはようございます。日本プロ麻雀協会青春派乙女系男子の相川めぐむです。よろしくお願いします。続いて。皆さんこんにちは、日本プロ麻雀協会第2の青春派大島あさみと申します。よろしくお願いします。さあ、第5節ということで残り9回なんですが、麻雀カボ神戸電チームマイナス17.2、イーソーチームがねすごいポイント稼いでるんでね、ほんまにこの間散々でしたね。あ、そうなんですね。家で見てたんですけど、ちょいちょい。何やこれって思って。何やなるほど。まあ、もう、今節ぐらいでちょっと詰めとかないと厳しいかなというところもありますが、さあ、一戦目どなたか。はい。はい、相川さん。はい。はい。朝が苦手なので、うん、っていうことで回ってきました。みんなが。あ、みんなが朝苦手だから。はい。別に私も朝得意じゃないんですけど、まあ、すいません、すいません。今時の人って何時ぐらいに起きるんですか？朝苦手、朝一打つのがちょっと怖いみたいな。え、じゃあ朝一ってことは、今日その日の一発目が苦手？うん。リーグ戦でもね、なんか、もうぼーっとしてるかと。リーグ戦の一発目が午後8時とかにあっても一緒？一緒ですね。午後8時なら多分元気かな。なるほど。私は。一緒ですね。って言いましたね。私一緒ですね。要は1回目が一番ダメってことじゃないですか。はい、朝起きれないんで。なるほど、はい。朝10時ぐらいに起きるんですけど。はいはいはい。夜寝るのがもう、夜っていうか朝6時ぐらいに寝る生活なんで。全然。ちょっと待って。朝6時に寝て、朝10時に起きる。そう。なかなかのショートスリーパーな。はい。なるほどね。いや、そう、夜寝れないんですよ。そうなんですね。何かじゃあそんな、相川さんに何か眠れるようなものを。ああ、ぜひ。何かあると眠れるとかあるんですか？でも眠れないから困ってるわけですね。眠れないから困ってるんで、そうですね。何がいいですかね。トゥルースリーパー。トゥルースリーパー。いや、無枠の。え、違います。マット？え、違う。テンピュールや、テンピュール。テンピュール。テンピュール。めっちゃいいやつ。アイマスクとかも3、4000で売ってます。へぇー。3、4000。でも私、敷布団5万とか7万とかする。敷布団めっちゃいいの使ってる。枕も2万とか3万とか。相川さんのプレゼントテンピュールでお願いします。アイマスク。まあそろそろね、クリスマスも近いですから。アイマスクと。はい。敷布団もらっても困るでしょ。輸送。いらん。いいやつ使ってるから。あ、一番いい西川の無圧布団なら受け付けます。多分10分。メモしました。あ、来た。いらっしゃいませ。はい。じゃあ自己紹介お願いします。日本プロ麻雀協会の結城裏木です。お願いします。お願いします。イエーイ。イエーイ。さあ、というわけで相川さんそろそろ会場なんですが、ちょっと CM やりましょう。あ、CM ですね。カボ神戸店、なんと1月26日日曜日14時から20時で大崎初音プロと米崎凪プロがゲストで来店します。来年ですね。で、なんと大崎さんですね、復帰後初のカボグループのゲストらしいんで、もう絶対皆さん来てください。あと、カボグループでは今、求人を出してまして、で、カボで一緒に、私たちと一緒に働きたいっていう人を応募してます。で、両方とも詳しくはツイッターの方にいろいろ書いてるので、カボ神戸三宮店のツイッターを、フォローして、いろいろその辺見てください。以上です。はい。ありがとうございました。はい。では、相川さん会場の方にお伺いいたします。はい。続きまして、なんちゃです。イーソーチームです。お願いします。熱って言ってますよ。全然。
譲り合って全然なかった、はい、何がですか、あのどっちが打つかみたいな、え、じゃあ先行って先行って、あ、どっちがセンターになるか、そう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 、なるほど、じゃあそんなセンターの方から自己紹介お願いします。はい、はい、イーソーグループ、イーソーチームの最高位戦日本プロマージャン協会津代理瀬です。よろしくお願いします。続いて、はい、イーソーチームの最高位戦日本プロマージャン協会大橋美希です。よろしくお願いします。イエーイ、なんかすごい数字になってますね、僕が休んでる間に。いや、そう、なんか、ね、なんか千代さんがすげえ爆発したって今コメントで。若月でした。そんなに、そんなに、なんか個人も192でダントツじゃないですか。そうなんですよ。まあ、回数打ってるんですか、これ。5回。5回 ?5 回打って。あ、もうじゃあ。あ、そう、もう。もう平行で寝てるだけだよ。あ、そうなんですね。もっとこう、大橋さんを見ながら過ごそう。なるほど。189、192か。192は、さすがに、これで個人で予選落ちすることはないでしょうから。そうですよね。なんかプレーオフは絶対残れるから。そうですね。あと1位か2位かみたいなぐらいですよね。難しいですよね。まあでも様子見てみたいなのもできますもんね。確かに。ちょっと様子を見ながら、あと大橋さんがめっちゃポイント叩いた時に相談しながらみたいな。なるほどね。あ、そっか。大橋さんが5連勝とかしたら。5連勝あ、チーム内で。あ、そっち、そう。なるほど。そうですか。いいですね。で、こんだけ持ってると。はい、まあ、残り9回早く、もう、あと終わらせていくだけみたいな。そうですね。展開ですよね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、どっちがあったんですか、結局。あ、今日は、大橋さんが。はい。大橋さんが、だから、ちょいマイナスぐらいですか、そうですね。ちょい10ぐらいですね。なるほど。じゃあもう、逆に、ね、こっちチームで、やりながら、うまくいけば、なんかちょっとプレッシャーもありますよね。まあまあ、まあまあ開いてるとはいえね、188と次の麻雀キングは10。自分で減らしたらどうしようみたいな。170ぐらいさ。大丈夫だ。頑張ります。はい、頑張っていただきたいと思います。それでは、イソさんのお知らせお願いします。そう、私これをね、託されてきたんです。何それ?イーズグループです、そのやつ。なんかイーズグループがめっちゃ好きな、この。紙芝居、紙芝居。紙芝居。はい。イーソーナンバ店は、3年うち4人うちフリーと、はい。貸宅のお店で、はい。喫煙と禁煙のフロアが分かれています。うん。喫煙の貸宅9択、禁煙は7択。はい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 。あります。はい。結構大きい。で、こちら、梅田店。うん。梅田店は、梅田店も3人うちと4人うちのフリーと、はい。喫煙禁煙、こちらもフロアが分かれていて、うん。禁煙の貸宅は10択。ここも広い。広い。広いですね。ね、一択から貸し切りまで予約も受けたまっているので、うん、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、学割とか女子割とか天保割などなど、結構いろんなイベントとかもやっているので、うん、ぜひぜひ Twitter とか LINE アットを確認してもらえたらなと思います。はい。あとなんかさっきね、メモだけしたんですよ。メモだけで。アンダー30割アンダー30みたいなイベントをやっていて、はい、30歳未満の方がゲーム代半額っていうイベントがあって、あ、そうなんですよ、うん、結構広い、受け入れ口が広い感じの、なんか免許証とか保険証とか年齢が分かるやつ、分かるやつで多分行けると思います。なるほどね。で、梅田はちょっと私が梅田に行かなすぎて、わからないので、梅田のツイッターを確認していただいて、ナンバーはですね、直近が16日の土曜日、今週の土曜日ですね、はい。が、しかもこの日は学生の方、うん、ゲーム代無料デーも、すごいので、優しいですね。若者に優しい、土曜日や若者に優しい、そんな家庭を、はい。ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、大橋さん、はい、会場の方によろしくお願いします。学生無料ってすごいですね。なかなか。なるほど。はい、続きまして、シャーちゃん、麻雀キングチームです。お願いします。あれ、はい、いる、はい、います、はい、マージャンキングチームです。では自己紹介お願いします。日本プロマージャン協会の桐生みやびです。よろしくお願いします。さあ、キング、現在2位なんですが、はい、ちょっとまあ開いちゃいましたね、この前回開きました。なんかもっと広げました。ありがとうございます。あの、優勝チームじゃない、1位のチームは余裕がありますね。でも、まあ、優しいですわ、みんな。で、まあ今日、まあ今一人ということで。今、もうすぐ来ます。あ、二人目だ、はい。なるほど。来ます。まあ、なんとかここ、9回、残り9回ですからね。そうですね。前回、イーソさんに爆発されたので。何だったんですか、結局。
いやでもねあれね2回しても、うん、私できることあったかな。なるほど。1回見返したんですけど、うん、やっぱ千代ちゃんがうまかったですね。なるほど。何回見てもやっぱ丁寧に売ってたのでそれが出たのかなっていう感じだった。なるほどね。じゃあ今回は何としてでも捕まえにということですよね。ツートップは欲しいって思ってて、できれば磯さんなすでのツートップやと、まあ、盤も丸くなるのではないかなと思ってます。確かにその辺も意識しながらということで、はい、残り9回なんでそろそろそういうポイントも考えながら打っていかないと。桐生さんがプラス 57.4 個人がね、プラス 57.4 っていうのは、はい、私個人的にもツートップ欲しいんですよ。そうですよね。あの持ち越しなんでポイントが今でも6位なんですね。そうなんです、うん、今の時点では残れるんですけど、これ、うん、あの持ち越しだと、はい、まあ、一番上はジャンプアップするので、それでもちょっときついかなって思ってて、50ポイント差あると結構きついじゃないですか。そうですね、まあ、プレーオフを見据えて詰めときたい、ね、そうですね、詰めときたいできるだけ。わかりました。今節が楽しみですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。それではマージャンキングさんのお知らせをお願いします。はい、よいしょ。マージャンキングは、扇町駅、天満駅、徒歩1分ですね、1分にあるお店なんですけど、うん、まずフリー12時間打ち放題3900円、1時間あたりいくらだ。いやもう割れない。1時間12で割ったら300、320円ぐらいねえ。でしかもこれまあ3万円と1半ちゃんごとにフリーって支払うので、もう打てば打つほど得みたいな。なるほどね。もう頑張った人とか1半ちゃんあたり50円ぐらいしかかからなかったっていうのも聞いたので、うん、あそうですよね。12時から24時までなんで、もうあの早打ち得意な人はめちゃめちゃお得やと思います。場所が完璧に近い。勝手に切り替わるので。なるほど。もうなんか今日は12回ぐらいしか打たれへんかもしれんけど、たまたま打てたみたいな勝手に切り替わったりとか、うん、打てなかったらそこまででゲーム代支払って、うん、まあ安い方に、はい、そうです。安め取り、はい、安め取りしていただけます。なるほど、はい。そして貸し宅も大変お買い得です、はい、これ貸し宅12時間打ち放題5500円。5500円、はい、これも12時から24時の間ですね。基本料金1時間1000円なんですけど、これも自動的に切り替わります。なるほど、はい。5時間以上打ったら5時間半打ったら自動的にもう5500円が天井というか、はい、それ以上なんない、ね、はい、もう自動的に切り替わるので、これも同じで、はい、まあ、何時間か分からへん、一応これぐらいって言ってて過ぎたら勝手にパックに切り替わります、うん、いいですね、その辺ね、はい、もうすごい良心的だと思います。最大料金があるなんか駐車場みたいなシステムですか、はいはい、そうなんです。そしてその駐車場もあります。無料駐車場、これも大きいと思います、はい、なのであのお車でお越しの際はぜひあのスタッフにあの電話していただければ丁寧に教えさせていただきます。ぜひぜひお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい、ではキリさん会場の方にご移動願います。はい、はい、そしてペイちゃんがボタンチームです。はい、おはようございます。では座りいただいて、はい、自己紹介。はい、日本プロマージャン協会のフワです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ボタンチームまさかの、はい、すごい地底というか海の底というか、はい、ね、海底のようなスコアなんですけど、はい、どうしたんですか。まあいろいろありまして、いろいろありました、はい、麻雀でいろいろあった。いや、麻雀込みでいろいろありました。麻雀込みでね。はい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 、そうなんですね。まあちょっとチームはぶっちゃけなかなか9回でね420ポイント近い差がありますけどね。個人が一番可能性あるのが、なんかね、まだ回数が、うん、はまだ3回しか打ってなくて。あ、なるほど。で残り2人は4回打ってるんで、うん、とりあえず1本目行って回数合わせてから誰が一番可能性があるかとか。あ、そんな感じだと思います。まあそういう感じですね、はい。まあそう、どっちかに的をね、もう絞るとしたらもう個人だろうなっていう感じで。個人意外とね、そのプレイオフに残るポイント低いですもんね。あ、そうなんですか。今のところ9位でしょ。43.1 ですもん。お、2回トップで全然ね、登録みたいな感じなんでね。頑張るしか。はい。今日は時間内に来れたって聞いてますけど。今日は大丈夫です。一番早かったですか。あ、もう今日はもう15分前ぐらいに来たんで。多分僕が、ね、会場入りした時に3人ぐらいしかいなかった、はい、3人の目の前にいましたもんね。もう今日は、はい、今日余裕持ってきました。ありました、まあ、ちょっと反撃をね期待しておりますんで、はい、よろしくお願いします。さあではボタンさんのお知らせお願いします。はい、麻雀ボタンは近鉄日本橋から徒歩3分
にある、はい、飲めるスイールでも書けないノーレット雀荘です、うん、スタッフは女の子ばっかりでいます。たまにゲストで市北プロ、うん、本部長の市北プロの男性スタッフがいるぐらいで、うん、あとは全員女の子のスタッフです。で、一応、今日ね、告知は任されてきたんで、ちょっと。はい。で、11月23日土曜日12時半から、うん、麻雀ボタン3人打ち大会という麻雀大会をします。はいはいはい、ご参加希望の方、詳しく聞きたい方は、ボタンのツイッターを見るか、うん、店頭のスタッフに聞いてください。はい。あと、11月のゲスト来店なんですが、うん、市北プロ、うん、私、うん、あとキングチームにいた桐生プロ、うん、と遠根梨沙プロが、うん、あと三崎自由プロ、うん、が、来ます。で、来月なんですが12月21日日曜日に名古屋からゲストを呼んでて、相川マリエプロが来ます。はいはいはい、名古屋から、うん、ぜひご来店ください。はいはい、そんな感じでよろしいですか。はい、はい、多分大丈夫だと思います。はい、ありがとうございました。それでは会場の方に移動願います。はい、はい、それでは、1回戦始まりますが、解説の皆さんこちらにお越しください。はい、よろしい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、では、もう一人、もう一人、まあ、とりあえず、まあ、あとでいいでしょう。はい、じゃあどうぞ。はい、日本プロ麻雀協会角田仁介です。よろしくお願いします。さあ、こんなね、結構離れたイーソーさんがね、すごい前回ね、めちゃくちゃ頑張って、うん、イーソーがね、すごい出たんですけどね、ね、うん、なんか千代さんがやっぱり個人もそうですけどっていう感じでしたか。そうですね。で、やっぱイーソー全然崩れないですよね。うん、大橋さんも崩れないってきましたよ。いや、椅子は大丈夫です。あ、ほんまに、もう一人来るんですか。もう一人来るの。ちょっと積みましょうか。はい。椅子、あ、ちょっと座って。どうぞ。私こっち座る。英語座って。英語。あざます。はい。で、まあ、大橋さんもの下り。そうです。大橋さんもね、全然崩れなくて。うん。ならんか。まあ、崩れなくてっていうか、別に崩れることを願ってるわけじゃないですけど、うん、もう、疎通がないというか。なるほど。やっぱなんかポイントあるとね、ちょっとわたわたしちゃうじゃないですか。ちょっとここを崩すのはなかなか大変かなみたいな。はい、なるほど。花みたいなのが使われる。自己紹介をあるなど。あなたのハートに遊びなくる、どうも大島あさみです。イエーイ。やっててごめん。じゃあそれで、え、それで無理や。ちょっと仕込んでなかった。仕込んでなかった。仕込んでなかった。トーナメントリーダーの千代さんです。はい、です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まあ、今節ね、チームあたりが、イーソーあたり、ね、もう確定の数字まで持ち込めるでしょうか。千代さん個人もえげつないいったんだよね。うん、でも192人ですね。ジャンプアップ目指して。うん、はい。だから準備ができたら対局スタートしてください。完全にジャンプアップラインですね、むしろ今。うん。何節まであるのって7節ですかね。あの、今日を含めて9回戦ですので。はい、はい、始まりましたか。あ、始まりましたね。はい、まあ、9回は300ぐらい勝てますね。ポジティブ、え、勝てるっしょ。300ぐらいは、まあ、でも差を詰めればいいっていうことを考えればね。さあ、ちーちゃが相川です。そして、なんちゃがいいです。あ、まず何かのハイパイですね。あ、なんちゃが、大橋。シャーチャが、気流。で、ペイチャがボタンの風和と。これ前回も言ったんですけど、はい、リーグ戦なんで、うん、こう自分が勝つイコール相手は絶対、まあ少なくとも勝ってはないんで、うん、自分がトップ取ったらね、相手トップ取らないんで絶対に。だ、そういう意味では、縮みやすいですよね。はいはいはい。大会とかでなんか10択ぐらいあったら自分もトップ取ったけど相手もトップ取った。ああ、そういうのありますよね。みたいなのもあるんですけど。必ず直対ですもんね。そうそうそう。で、そういう意味ではね、見た目ほどは差はないとは思うんですけど。まあそのあたり、ちょっとね、そろそろこのチームには辛くとか、こっちがね、2着だったら、ああ、そうだ、ラストだったらそのままで封じ込めておくとか、逆に救っちゃうとかっていうのもありますよね。てか、みんなハイパイめっちゃ良くないですか。いいですね。1名を除き。ドラがローソー。1名を除き。めっちゃいいやつ引いて。これは1つここで覗いた。覗かれた。よし、イーソーチームや。でも、大橋はこういう時に絶対、こう、変な補充とかしないイメージあるんですよね。おー、めっちゃいい完了ピン。ここも、さっきも打点あるし、ここも形いいし、で、ここが一番形いいしなんで。ケーキ、おや。
そうですね。一通なってくれ。なんか、これもう、リャンソーとかつもぎりたいぐらいですね。リソーリャンソーとか。今取らず。そうですね。一通か、なんか、インフとかね。これ、リーノミか、みたいなとこありますよ。ただ、フーはもうこれね、目いっぱいに構えてもいいような手材料。てかもう、相川が9万切るフォーメーションに。セパレートしてます。セパレート新しいですね。セパレートしてる9万の。ちょっと、本一本一だが、厳しいか。ここもがめちゃくちゃ本一なんですけどね。薬薬がこれ、ちょっとトンもちもち、うん。そうなんですよね。初は山か。山ですね。あ、これどうします？これ。あ、曲げる。1来ました。親の相川スチーマン。親やしな、さすがに。結構取らない人も多いですかね。そうですね。6巡目なんでね、結構微妙ですよね。アイノさんどうします？なんかつもぎっちゃいそう。ねえ。つもぎっちゃいそうですよね、なんか。ドラ1個あったらね、全然違うんですけどね、結局。まあ、積もってね、2000オールとか、裏1とかあるんですけど。さあ、大橋もなんか、まとまってきましたね。一番あかんかった。ちゃん。断トツにあかんかったですけどね。一番むしろなんか追いつくみたいな。さて、パピンピュッと押して。ああ、ローマン先に来てよって感じのローマンですかね。あと先。パーキンは、現物。さっき通ったんですね。あ、フーはこの形で、まあ押したい。3万は一応筋と。キューピンが場に4枚というか、自分の皮で4枚。まあこれでもいいように考えたらね、ヒント与えてないとも言えるんで。なるほど。ね、なんか、ウーピンが4枚とかだと、あ、もうピンズ結構ないやんみたいになりますけど、キューピンだとなんとも言えないです。めっちゃええやん。うん。ドラドラさ、スーピン。スチーモンが薄いんだな。薄いんですか。薄いんですよ。確かに、その、フーアがね、自分で4枚。4枚。バニモン。さんが1枚。バニモン1枚。さあ、これを追いつくチャンスだ、追いついた。単品ドラドラでは。やめろ。スッチッソー。大橋の手にチーソーが1枚ね、ポツンとあります。これ1通になったらちょっと、どうなんでしょう。9枚かなさそう。大橋はいかなそうっすね。ああ、もうここは、いいピン切り。切りも完全抜いてますね。こうなると、1対1。うわ、怖い。私はもう、まあ一応いいシャンテンですが、ここでメンツを壊して引きました。フーアとしてはここね、ドラドラで。めちゃめちゃ上がりたいですね。はい。あ、これで初も通って、結構入れますね。うん。あ、キューピンなしとか、一通だからキューピンないのが目に見えてるわけだ。それは降りれますよね。確かに。一通って。まあ、なくてもね、これ別にだって、三面図あって、一ジャントあるからめちゃくちゃ上がれそうなんですけど。通は別としても。いや、全然上がれない。掴まないで。そろそろか。おここにいた。あれテンパったんじゃないテンパった。9万切れば、一応ローマは通っていて、追っかけビーチの方に。行かない。追っかけもしない。取らない。フーアの方には通ってないんですよね。そうなんですよね。それがちょっと。9万ぐらいって切るかなと思ったんですけど。1万。さあ、どうだ。土地層の前を取って、土地層も少なそう。結構吸収された。そうですね。7枚。え ?1 枚、うん、山に1枚。残り1枚対2枚。あ、行ったりは全然わかんない。わかんないけど、ちょっと打点が相当違う。フーアは1万2000まで。見えるけど。うん。裏市1万2000なんで、実は子供の方がめちゃくちゃ打点高いっていう。そうなんですよね。さあ、いいまあ。これが、親は最後の金。ああ、危ない。急走急ピン、あんこ。これで、流局になりそうです。と、一局は、
二人天杯、相川と不破。相川的にはちょっとほっとしてますね、なんか。うん。めっちゃ高いやん。そう。うん、だってもう、イーシャンテの段階からね、無筋三つぐらい押されてたし。めっちゃこれやん。そう。え、なん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 みたいな。うん、相川連チャンです。なんか相川でもさっき即利行くような感じで、なんか、そうですね。打点よりはスピードっていうタイプなんですかね。うん、それとも親だからそうしたのか。まあ、親だからっぽいですけどね。うん、なんか相川は結構本一大好きだし、打点意識ありそうに見えるんですけど。どの道そっちまあ引くからっていうので、もう上がりの方が、まあ、あるし、まあやっぱ結局あれ3走じゃ全然、結局意味ないんで、ね、まあ、実際あれ、その取らずってないと3走で上がってるんですけど、まあ、じゃあどっちみち2000点なんでってなるから、じゃあもう即利しちゃおうってことなんでしょうけどね。うん、さあ、一本場はドラが9万になりました。強託は2本。相川の手に1枚。うんうんうん、大橋は初が2枚で、トーンはまだ重なった。大橋もなんか上がれたら高そうですけどね。ここは。上がれたら。どうしますか？ドラ9万いらんな。ちゃんと。いや、これはもうあれでしょ。ちゃんと。トイ方でしょ。トイ方みんな大好きトイトイホー、うん、トイトイホーでしょ、あれはもうポポポンですよ。ほんまですか？え、でもチーム、チーの種が。役ドラドラか、そう、役一丁しか見えないですけど。嬉しいなった、うん、手を打とうみたいな。それぐらいやったら。これ3万とか、その、ねえ。中地、ない。あ、泣きました。まずは遠くから。役配は絶対泣くでしょ、どっちにしても。うん、まあ、これで引いた範囲によって、まあ、ちゃんた方向か、トイトイ方向か。まあ、2300点落ちてるから、普通になんか上がってもめちゃくちゃ嬉しい。うん。いいそもポンしますかね？トイトイの営業マンみたいな感じで。トイトイの営業マン。いいそうとかも絶対ポンするでしょ。いいそうからでもポンする。いいそうからはしないですね。嘘でしょ。しない。確定で初。お。あ、乗った。あ、お。問題なし。あ、ロピ、ロピ。なんかないって。こっからの初ポンはしやすいですもんね。イーソーが頭にしてもいいし。イーソーね。だってスリーヘッドになったらさ、イーソー1枚スルーしたら次なんかないってもう1枚ゲーのイーソーとその初とかのシャンポンなんで、めっちゃ良くない？絶対泣かなきゃいけない手なんやから、あれで行くんやったら。チートイツするとかやったら別だけど。あれが初とシャーとかやったらね、なんか泣きにくい。初バックの2000点になる可能性も一応あるので泣きにくいけど、あれだと絶対どっちか、上がれるときはどっちかが必ず泣いてる形になるから。逆にイーソー見送ると、あとそのイーソーね、交通にするのめっちゃ難しいですもんね。そうですね。もうこのように1枚しかないんで。さあ、ドラの9万にくっつけて、ドラとチャンタが、ね、作れればベスト。悩ましいとこっすね。なんか、満願にしたいけど、うん、でもちょっと置いとくの怖いしっていう、うん。さっきみたいにね、もう60面なんで、さっきだともうリーチかかってるんでね、誰かが来てもおかしくないし。くっつくかどうかはわからんしと。うん、くっつけば嬉しいが、みんなちょっと9万置いてるねんな、実は。山梨。なんか相川よく被りがね。お、来た。ちゃんたー、いっちゃうかー、いったー。5-2から漫画が狙えそうなね。お。ちゃんたー、気流も、まずまず。5-2。この間に初が出たらな。ポポポンですね。あ、これ、出るかも。これ出ます、ね。ションパイ。いっちゃうか、いったん。ジャンピン、今取ったところ。うん。フーアが捨てました。E ピンがもう全部見えたんで、3ピン引いてもペンスーピンになるから、あんまり嬉しくないんですよね、マリアンピンも。しかも通るし。お、そうだ。これは9万出る。うん。イースーソーと、ウッパーピンのピンフイーシャンテンです。気流。さあ、そして、相川もね、9万そろそろと。9万先に切るかな。でも、下茶の仕掛けがね、そうなんですよね。地位があるんで、オンされて。さあ、これで、手広いイーシャンテンに変化。いや、結構高そうですよね、見た目なんか。高そう。相川も9万ちょっと手かけなさそうですよね。この仕掛けに対して。だってもう1万2000って言われるかもしれないですもんね。めちゃくちゃ9万切りたいですけどね。めちゃくちゃ切りたいけど。
だっても押せるのか。フォロワーあんこにもってきてキューマイキナみたいな。切り面。でも本一ではないしね、第一打ウーマンでっていうのは。ああ、ここは。わかります。だって、ヤクヤクトイトイ、ドラさんとかドラソロとかで、ね。さすがにやっぱ怖いですよね。さあ、そして、フーアがまたイーシャンテンになってますね。ドイツ落としで一回回りました、相川。ミヤちゃんがな。ミヤビ、あ、ミヤビじゃない、キリ。誰やねん。嫁か、みたいな。ミヤビ、嫁。バレました。いやいやいや。バレちゃいましたか。ああ、ついに。ついに。おっと、キリがね、キューマン打てるのか。テンパってなかった。テンパってなかった。テンパ、想像できると思ったらできてなかった。うん。うん、まあちょっとまだにじり寄ってますけどね。ここも9万いらんしな。ここ、キリュウがだから押せるかどうかですよね。そうですね。うん、もう、テンパっててもおかしくない。テンパった。カンパーマン。ンマンあ、結局、先に。チーか。チー、あやばい、これパーマン出る？パーマン出る？パーマン出る。ドラタンキか。イソか。ペンチーワン。イソか。あ、ペンチーワン。まあ、マンガンマンガンなんでね、どっちにしても。あ、チーマン流れた。泣くけど、3万絶対泣くけど。泣くけど、もうみたいな。これは、もう。チーマンも全然いけないですもんね。チーマンも全く持ってないし、まあ、そもそもキリュウの手は全然行く手じゃないんで。想像はなんとなく通りやすい雰囲気が。うん、そうですね。リーチ宣言杯を曲げましょう。あ、そうですね。チーピン。あ、いいそう、いいそう。ほぉ。何引いたんですか、今。いや、チーピンを引いて、まあ、チーピンは一応全然通ってないんですよね。一瞬だけ上がれたらなみたいな、ね、瞬間転廃と一発消しみたいなのもあったんですかね、うんうんうん、やばいの引いたらおります、ね、曲がってない曲がってない、前の想像、1個目の想像、違う違う違う、1個目の想像だ、はい、よかった、おっと、おっ、パーピンが9万ドイツならんかな、でもパーピンが4枚、4枚切れ、4枚見えますね。ちょっと。それでパーマン切るんだったらさっきチーピン切ってそうだけど。うん、あ、チーピン切れる、チーピン切れる。なんと9ピン短期まで。ディデン。ディデン、ディディディン。まあ一旦チーピン切ろうか、じゃあ。そうですね、通ったし。で、まあ9ピンがもう通るんで、9ピンも切れて。うん。テンパイ取るために裸するかな。うん、お、うん。チーワンチー。チーワンチー。一瞬するんじゃないですか、しそうっすけどね。これぐらいの準備あった、全然。キューピンが、あ、もうでも、次、うん、シャアですか、今、キリス、キリソン。シャアも、シャアも通りそうですもんね。あ、シャア通った。パワーどこ ?1、2。パワー、消えたウーパー。ドラヒョウ、1枚しかいない。生に1枚。生に1枚。MH 証券。MH 証券って。よく知ってますね。生まれてました？いや、やっぱり、元証券マンやったんで。ああ、なるほど。山一証券。え、マジで？はい。大井さんと一緒。はい。大井さん元証券。入局ですね。そう、大橋、こういうとこなんですよね。なんか、ペンチーマンで漫画発展敗するんですけど、はい、絶対めくり合わないんですよね。よっぽど三面ちゃんとかじゃないと、やっぱこう、一か八かをしないっていうか。相手親ですもんね。そうそう。でも、あれ、漫画上がれたら、リーボー3本出てるから、1万2000点の収入なんですよね、もろもろ込みで。1万2000テンパイと一緒なんですよ、あれ。うん、でも、いかないんですよ。悪い意味じゃないんですよ。だから、やっぱ、不利な勝負は絶対しないっていうのは、本当に崩れないなって思うんですよね。あれ、上がれたらでかいけど、振り込んでもでかいじゃないですか、逆の意味で。安定してますよね。そう、だから、そういう意味では、チームメイトとしてはめちゃくちゃいい。もう任せられるみたいな。なるほど。さあ、教託が3本になった、一曲日本馬。ミキちゃん、ミキティーティー。もう角谷さんの名前から次、大橋じゃなくて、ミキが。あ、ミキが。ミキが。あ、それはもうだ。ミキがってなって。ああ、フーアがまずまずいいですね。マイカは一メンツ。ドラが両ピン。大橋はちょっと厳しい。キリュウも、整ってますね。キリュウが一番いいぐらいですかね。どうですかね。フーはもう悪くないけど。お、耳から鹿さんや。ありがとう。頑張るよ。どういうことですか？耳から鹿さんって。コテハン。え、これコテハン？はい。耳鹿。
耳から鹿出たら大変ですね。確かに。手品ですか？めっちゃでかい。マギー真司でも出さないぐらいかな。耳から鹿。なんか、そしてポイントも知らぬ間に。これポイントもらったってことなんですか？どうなんでしょう？ポイントもらったらここになんか出ます。これは多分コメントを単純に3600って売ってるだけですよね、多分ね。うん、なるほど。教託の話ですかね。あ、そうそうそう。3600。なるほど。あ、そうそうそうなんですよね。だ今上がればもうほとんど52ぐらいのイメージ。何のマークですかこれ。なるチェック鳥鳥鳥わかんない。鳥チェックかな。チェック鳥わかんない。なんか鶏みたいですね。ね。さあ。相川さんが4000オールできるまで親をね、ちょこちょこ継続していきましょう。めっちゃいいやん。一応いいじゃん。めっちゃいいやん、キリスト。そう、間違いない。もうポンテンで流せるやん。ドラを切れば、もうだからドラ切ってもいいぐらいですけどね。前提が残酷ぐらいになるやん。やったぜ、いいな。いいな。いや、先天残酷どころかもっとあるけど。もっとあります？もっとありますね。ちょっと残、まあ残酷っていうか、そう、46。46。46。ニャンピン本当に切っちゃっていいぐらいですけどね、なんか。おっと。まあ、窓重ねたり、横くっつけたりっていうのを見てるんでしょうね。さあ、ここまで一メンツしかない相川です。7巡目。めっちゃ見てる。めっちゃ見てるよ。めっちゃ見てる。ここも酸素欲しい。キリはイライラする。イライラする。ああいうのイライラせへん。はよはよはよみたいな。はよ、はよ、そう。どこやねんって。2ぐらいどこやってんの？違う。あれかちょっと。さあ、フーアはふわって切れる。チーワンパワー、タツヨ。タンヤオですね。タンヤオとチートイツもちょっと。なるほど。ヤンペイコーとかも見ながら。ちょっと酸素出にくくなりましたよ、これ。よっしゃ。1、2、3も。トン。ちょっと。ギャンマンがあるから、ローピン。そう。トンは損壊でしたね。普通にローピン。で、お、これリアンソ出るんちゃう？頭になるで。いいベーコーとかなる。あ、お、もうなると。こうなると。換算ピンを残すドラがちょっと、まだ時間かかる。そうやね。よしよし。うん。ちなみにフワちゃんが。リアンペーコーできてまうで。単ヤオリ、単品リアンペーコー。あ、白い鳥のマーク、白鳥、教託みたいな。あ、そういう意味。あ、そういうこと。うん、教託泥棒。あ、なるほど。じゃあ、この中で撮った人が教託泥棒。なるほど。あ、換算案。さあ、フーアがまずはテンパイを入れたパーピン。まあ、やっぱあれですね。換算はなくね。あれも面前だとハネマンぐらいまで見えるんですけど、やっぱ教託欲しい。ね。ネックのカンちゃんだし、シーしといて、という感じですかね。おかず。今はハンターやで。教託ハンター。あ、そうなの？あ、なんか泥棒っていうのがなんかやっぱイメージ、言葉的に微妙なんで、いやっていうのは聞いた。ね、泥棒でいいじゃんね。そう。つかみ取りでいいや。教託つかみ取り。教託つかみ取り。なんかもう強奪していってるやん。泥棒っぽい。あ、あ、酸素。これはちょっと痛いですか。ウーパーピンがね、めちゃめちゃ強いですね。これ、大橋が1枚ね、浮かせてる。そうなんですよね。ちょっと切り時を見失ってしまったというか。ただ、大橋が、まあ、この手からパーピンを打つかどうかですよね。まあ、仕掛け入ってるフーガに対しても。そうですね。お願い、パーピン行かないで。お、重ねた。トンチュンシャ。トンチュンシャ。チュンが場に2枚入れ。まあ、チュンとシャは通ります。うん、トンはわかんない。ね、誰も出てないし。持ってないけど、うん、みんなでも切りづらいんだな。大橋はもうここも厳しい。てか、相川さんの三連像がなぁ、ないんだなぁ。うっぱすな。
入らないね、キリュウ。確かに、キリュウ、時間かかる。時間かかる。あ、そう。さあ、どうする？トン。トンか。トンだ、トンだ。トンか。ここでトン。ここでトン。ガニサストンか。ティ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 。何なんすか、それ。え、トン知らないんですか？トンってティって書くじゃないですか。ティティ兄弟。ティティ兄弟。早くて、朝とかやってます。朝苦手だったんじゃないですか、みんな。朝とか、え、夜もやってますよ。へえ。なんかニュースとかでもたまにいたり。やーべえ、おじさん何も知らない。T 見つけました。そうそう。T って。さあでもこの視聴者の人がどれぐらいだけついていけるかがわからない。知ってる知ってる。ニコ生見てるぐらいかテレビ見てた。テンパった、テンパった、テンパった。さあ、トング。感じそう。ティリーチ。曲げそう。さすがに、なんとなく。曲げるんですか？今まで的に。いや、だって相川は結構。テンパいい射程が降りる可能性がね。さあ、京卓4本目。あんまこれで、降りる。相川イメージない。申し訳ない。ちょっと。ダメだよ、これ。ごめん、気持ちでいっぱいです。ローピン現物。ザ・ローピンで現物の数値ピン待ちになる。しかも、チーピンも通るから、次何引いてもテンパイできるし。出てー。ここは、風和の上がりになりました。単位青で1000点は1600点。1000点は5600点ですね。そして、リーチ棒が4本。テレビ見ようになったわ。え？器具。器具。私もあんま見てないけど、最近つけるたびに T やってるんです。T。へぇー。T 兄弟。いやー、京卓美味しい。確かに。これで、京卓ドロ、ハンター。ハンター。それ、ドロボットとかも聞いた。ハンターでも可愛くない？可愛い。ウサギさんみたいなハンターだとって。え、ハンターって、だって、漁師でしょ？要は。こっちですよね。そうですね。でも、ふわちゃん見た目可愛いから、ぽくない。なるほど。むしろ取られる側みたいな。捕まる方。捕まる方。さあ、親が大橋。まあまあですね。ドラがローピンですね。お、3メンツできてる。できてますね。風はもうドラを引いて、一メンツ、二メンツ目。相川も両面ができました。みんななんか二メンツ以上できてますね。一人以外。あ、ナイス、相川さん。本一、本一ではない。確かにナイス。あ、確かに。相川がダブトンを捨てた直後に親の大橋ダブトンが重なったみたいな。しかしここにもある。あ、これ出そう。もうすぐ出そう。アウト。ピーポポポポン。もう控えめになってる。ピー聞こえた。何の T やねん。間違いない。これか。うん、トンかみたいな。横向いたからなんかどっちだと。違う。お、両面ができた。相川もね、自分が掘り投げたリボーを全部持ってかれましたもんね。そうですね。大体相川のリボー。ちょっと、みたいな。ほんまや。三本番までやったのに、二本ばか、うん。なんで原点ないねんってな。連チャンしたのに。なんでやねん。お、いいピンアンコ。普通に、はま切ります？パーマン手をかけましたね。これもそうなんですけど、大橋が初とか切って、全然染める気ないんですよね。はいはいはい。こういうとこも安定感になってますよね。なるほど。まあ、ごっぱでいいよみたいな。うんうん、だってもう大体1万人以上になるじゃないですか、染めたら。ラブトン泣いてて。そういうとこもね、なんか。角谷さん染めるってことですか、この手もらってた、うん。だって、まあ、染め、そのつもとそうなんやけど、とりあえずさ、ペンちゃん、ペン三万とか、一旦捨てとこうかな、みたいな。なんか、想像の両面とかできたら、まあ、ちょっと考えるけど、うん、これね。その具形ではそう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 。そうそうそう。そうそうそう。って思ってしまいそう。やっぱ1万2000円上がりたいやん。めっちゃ嬉しいやん、1万2000円。カンウーマンのテンパイをね、入れました、気流。パイが小さいねっていう。これ結構、一番大きいぐらいのサイズですよね。うん、多分大きい部類ですね。見た目は小さく見えるのは、もしかしたら。流します。流しマウスですね。流しマウスですね。この6級。いそうやし、出そうやもんね。間違いない。めっちゃ上がりそう。おっと。テンパミパミ。いや、イシャンテン。イシャンテン。頭が、イーマン。
頭が今。これ69万めっちゃ高いですよ。リングフィットアドベンチャーを参考に。あ、積もるためにスクワットするルールにすれば体力強化できるよ。ああ、絶対無理です。不採用。不採用で。不採用です。一曲も終わらへんかもしれん。はた。サブロ9ピン。ダブトンのドライチ。ドライチ、サブロ9ピン。ウッパーマンにするか、69万継続か。9番の方が良さそうですか、うん、そうだね。やっぱ9ってね、端っこ、そう、やっぱなんだかんだやっぱ端っこは偉い街として、うん、高め1万2000、そう言うてこれでも高め1万2000なんで、なんかけん、ほんと堅実なイメージありますね、大橋は。努力家って感じ。大学院生やからな。え、そう、そう、昔こそ何大学かは公表してるんですか。いや、してんのか、どうなんやろ、わかんない。してない、いつもわからへん。さあ、アイコン顔がでかいから、肺がでかく見えるの顔がでかいからやってどういうこと顔がでかいから、肺が小さく見えるじゃなくて、うん、顔がでかいからって、フジモンでしたっけ。あ、フジモンって書いてある。ああ、やっぱそう、最近アマゾンプライムでずっとあのドキュメンタル見てるんですよ。あれおもろいですか。あれおもろい回とおもんない回あるんですよ。おもろい時くっそ面白くて、ちょっとおもろい回だけツイートしてます。春日がこっからカレー出すっていう。やばこっから伝わってないけど。こっからが伝わってないから、ね、インケーブからね。やばそれみたい。めっちゃインケーブ。あ、積もりました。あ、積もった。チュン勝ち300-500。ナイスカワスイです。親のね、大橋がそう高め1万2000が、ね、くそえ仕事しました。今日美容院行ったんですって、みやちゃん。早起きしてる、めっちゃ、うん、一番の早起きかもしれない。え、何時間ぐらいかかるんですか。え、だって染めてるから結構2時間ぐらいかかってる。へぇー。9時とかから多分美容院行ってますね。なるほど。確かに。空いてるのレベルやね。最近、最近とともに。夕刊の時髪の毛セットしてるから。ああ、そうなんだ、ね。前わからんけどなんかやってますよ。すげえ。トラがロスト。お、本一か。お、本一だ。本一だ。これは本一、本一してきた。ゴー、来た。これはもう行く。とりあえず一品からいっとこう。一旦。ちょっと目立たせないように感じですかね。そうですね。まあ、言うて、チュンチャンパイないんで、ね、結局、あれですよね。大橋、トイツが4組。4組。はい。ちょっと地トイツ意識してます、ね、うん。うん。なるほど。お、キリュウドラ引き。さあ、ここマンズ。おー、いいですね。2からいった。あれ、派手派手にするのと、ぼかしを入れるのと、どっちがいいんですかね。順目とかによるんですかね。順目とか、うん、あの、順目じゃないな。手の形とかによるんですかね。あるし、あとなんかあれっすよね。うん。なんか僕前回言ったんですけど、結構メンツハーモニーが。言ってた前回メンツハーモニーって。そうそうそう。だからなんか、うん、大橋さんとかみたいに、硬い打ち手。あれちゃうと、いつだと、泣きたい範囲があるとき派手にしない方がいいし、うーん、逆になんか本一なんだけどそんなに泣く範囲ないよみたいなときとかあるじゃないですか、うんうんうん、だったらアピールして絞らした方がいいし、あんま気にしてこない相手だったらね、同卓者が僕とかだったらまあどっちでもいいと思うんですけど、でメンツハーモニー結構大事ですよね、そういうの。どういうメンツ。神茶は神茶誰。アイカーさん。キリュウ。キリュウ。キリュウは意外と絞る。意外と、意外と、見た目とか。いや、なんかイケイケみたいな顔してるよ。全然ちゃいますよね。そう。意外と。麻雀は意外と真面目っていうか。きっちり対応してくるみたいな。なんかどっこいしょみたいなやつあんまりせえへん。おらーみたいな感じじゃないですか、ね。あんましないですよね。確かに。そういう見た目とのギャップ、ね、見た目とかトークとかのギャップ中安個ある。あ、ピンちゃんマヤはって。間違いない。それやった。馬置いてたし。でも数安個あるじゃないですか。そうですね。一番高めですね。一番高め。
なんか一番オラーってするのジュリの気がするな。ああ、なるほど。確かにオラーは、オラーもイメージがめちゃめちゃ強い。そう、イメージ。キリュウも見た目はオラーしてそうやね。オラーって感じの顔じゃないですよね。おお、来た来た来た。オラオラオラ。トンとナンと3万ですね。で、ペイトンとナンをナン1枚。チュンから。あ、ペから。パワーナンだっけ。泣くんかな、泣くんかな、いやでもドラドラやね。泣きそうでも。でも泣きドラドラっすよ。あ、トンがもちもちなち。ここはトン出ないっすね、さすがに。この形では。なんかあと。オッケー、まあ無理やけど。選ばれへんしな。まあペイ、チュン切ってたらチュンポンされてるから、あそうか、結局ペイ重ならへんねんけど。ペイ、ここか。ちゃうかった。ちゃうかった。似てるからマンズいっぱい持ってます。形はね、形はね。泣くんかな、これチュン、なん、なん泣きます？なんでも2枚目？と2枚目。泣かざるを得ないんじゃないですか。本店ですよ。さすがにだって2枚目スルーしたらめっちゃきついし。うん。ということでね。だって残党確定って。そう、ないってことですからね、結局。2枚切れのカンチャン待ちみたいな感じでしょ、イメージ。ちなみにいった。ポンか。ポンか。ポンだ。ポンか。さすがに。ドラドラ。ドラドラポン。しよう。これでいいシャンテン。カンチャン2つ。さあ、フーはなかなかここからが進みません。こんなのは、サスポン。サスポン。サスポンするが、トーンがなくて、でも3万が意外とあれなんですよ、ね。あるんじゃないですか。そうなんですよ。フーは、あの、本質なのに3万は持ってないんですよね。意外とね。意外と持ってなくて。あ、じゃあ。意外と積もって2000、4000みたいなね。積もらせちゃいけない、リーソーチームちょっと応援してたのに。相川さんがなぁ、全然くっついてくれないんですよね、ピンとバックね。惜しい。惜しい。さあ、そしてキリュウもテンパイを入れたいところですが、まだイーシャンテン。あ、ね、ちょっと嫌になってきましたかね。ですね。まあ、一応トップ目なんでね、一応。嘘つもぎり。あ、これで両面受けはできましたけど。ドラ出るんですよね、両面にすると。嬉しくない。まあ、むしろ、ドラポンできるぐらいの、まあ、出ないでしょうけど。酸素ないですもんね。ちょっと、なんかややこしくなってきたぞ。どうしようかな。チカチカする。シーソーは、ちょっと横に広がってほしい。シーソー切っちゃう？一旦。シーソー？チーソーゲームですか。ターソー。いや、チート行くんだったらウーピンなんで、やっぱドラ周りをあんまり切りたくない。タイヤを。のと、本からのタイヤ。人数が高いからってことですか。そういうわけで。もあるでしょうね。なんかやっぱ結局自分がまだ全然いい手じゃないから。やめますって。ゴリゴリ戦いたくない。やめ気味ですよね。全部やめるかどうかわかんないけど。まあ、数枚今とか。マジ3万どこ行ったんやろ。キリュウさん泣けるやつ。カンジュソは嬉しいですよね。めっちゃ嬉しい。リャンウーピンのテンパイ、ドラドラ。そう、リャンウーピンが、アイカーにね、アンコー。ハーピンが、あ、リャンウーピンか。うん、リャンピンバイチ。リャンピンめっちゃいる。ああ、いますね。ゴリゴリ。3万もゴリゴリ。3万もゴリゴリ。どっちが勝つか。怖いよ。スッといくね。スッといくね。さすがにね。これ3万どこ行ったの、どこ行ったの。まだ3対2よ。ね、深いところにいるのか。まあ、大橋は、言うて降りる範囲ないんで、トンもションパイだし、それはスッと行くしかないんですけど、うん、あと他の人から見たら、大橋なんちゃじゃないから、役なんなんてなって、うん、まあ、一応本一も、まあ、本一としたらピンズなんで、やっぱそれは、ピンズ切りづらいのはまああるでしょう。うん、なんでね、相川もちょっと、テンパイするのは難しそうだが、3万はどこっていう。はい。
リャンピンもどこ？リャンピンしか。あー、出た。これが上がりになりました。でも出たら安い。トイトイで、はい。電波で。上がりたかったなぁ。2号バックがない。ない、さっきね、フーアのところに1000点棒がいっぱい溜まってたやつ全部取っていったから。そうか、そういうことか。そう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 。2000。ハンターのところ。500もさっき、ノーテンバッパーもらってるか、いけるか。2号やで。どうしたどうしたどうした、え、何が起こった今。2号。セーフ。朝一だからね。昼やね、昼。お昼だよ。さあ、これでトンラス、トップ名、フーアの親番になりました。めっちゃ丸い。そうですね。そう。なんか大きい手がね、出てないというか。うん、まあ、ティンパイはしてるんですけどね。大橋も 5%、そしてキリも 5% のティンパイが蹴られたみたいな。またミヤちゃんが良さそうに見えるんだけど、違うか？まあ、一旦フーアから行こう。フーアは？親の人は？親の人は？ドラドラやん。めっちゃいいやん。ヨッキー、ヨッキーはめっちゃ一番いい。そうですね。これでもソーズどうやって使うか難しいですよね。地層結構。そうなんですよね。何度受けなんだみたいなとこある。なんか、運送頭でも他。毎回統一なんやけど。毎回間違いない。と大橋さん毎回トン統一なんやけど。トン持ってる。トンをペットにしてるんですか。うん。飼いならしてますね、感じ。まあ、これですよね。まあ、もう、論争とかもし出たらポンとか言ってもいい。ああ、でもなんか9と9の受け入れがあるから、ちょっと微妙ですね。あ、相川さんもいい。相川さんいい感じですね。うん、このまま。レンチャンだけ。なんか、おしゃれして9パスをいかない。おしゃれ。すごいな、トン使いやな。うん、トン使い。本一行きたい。行きたいな。ちょっと狙ってるか？本一行くんですか？あっこから。だから行くとは言ってね。行くとは言ってね。もう、それも視野みたいな。でも3枚引くと、ちょっとね。1、2、3、3色。そうそう、だから3色もあるけど、本一も3つみたいな。すごいやん。なんでもいけるやん。あ、これの近く3色、3色よりですよね。手を打とう、3色で。いいでしょう。ね、おめちゃくちゃ。ちゃんたまでなるかも。9万引いたら。ちゃんた、ちゃんた。チーマン切りましたからね。いけるぞ。で、一平行の形ができました。いいな。ほんまに？シャーは、なんですか？え、だって、赤い人います。赤い人いなくないですか？だって。うん、なんかでも、なんかめっちゃいいって感じじゃないなと思って。ちょっと難しいとこもありますよね。あ、まあ、みたいな。ネックが。そう。これ残しますか？残さず。やっぱ、9万匹のちゃんたとかですね、うん。シャア置いてるんでね。そういうとこもね、本当に安定感ありますよね、お足は。うん、おお、完璧。一気に。うん。お、これで、メンツできたけど、お、あんこ、手広くなりました。めっちゃ手広いし。アイカーさん優勝や。この曲。アイカーでもこれ、ハクドライチ、ドライチあれば、どうしますかね、リャンマースは。あ、いい、放送が。3層切っちゃう。3やおや。なんかいいだ。関係ないもんず。どうして流すんかな？かどうか、ちょっとね、今8巡目。でも換算マン、やし。ねえ、あそこが、イスマン、リャウマン引いて、スチソウみたいな。うん。あ、引いた。めっちゃいい。じゃあ、ハクなら。ハクでリーチ？さすがに。スチソウ。天才でした。やっぱハク切った方がいいですかね、ああいうのって。うん。5、2。両面号に。なんかドラブグミじゃなかったらね、なんか一旦短期にしてみたいなのもあるんですけど。チーソーゲロゲロいいやん。破綻にすんのみたいになるし。暴走が。ね。通装はもう1枚しかないけど。チーソーゲロゲロいいよ。4枚積もっちゃう。パーツなし。ここも、ここは、ホットシャワー引いて、シャーチャーですね。そう、シャーチャーなんですけど、まあ、シャー一応一枚切れなんで、安全度で言うと、まあ、シャー。
裏ドラ考えようも上がると思って。何が裏ドラになるか。ええぐらいいくか。裏ドラウーマンっぽいな。いやちゃうな。チーピンできます。ローマンかもしれない。これは。チーピン？お。チーピン予想でいきます。リシャ。裏ドラじゃあ私ローマン予想で。そして。シソ引いたけど、どうしよう。どうする？ロウソウ自分で持ってるし、壁とか言って。そうそう。中筋。中筋から。でもロウソウ絶対打ちたくないから。そうなんですよ、ね。シソがドゥーン。ドゥーン。ドゥーンよ。ドゥーンしちゃう。スーチソウ先引けば。お、これで、ちょっとキリウム。お、ナイス。やばいやばいやばい。どうする？でもこうチーピン。チーソーかチーピン。チーピン。チーピンとローソーっていけるのかっていう。チーソーいっちゃいそう。チーソーが通りそうだもんだって、うん。全然通りそうですよね、これ。いや、これは。でもチーピンか。チーピンって広く。もう最悪じゃん。チーピンってでも全然根拠ないですもんね。ここでチーソー補充、リーチ、イーペーコードラ。あ、じゃあ、5200。ピンか。やっぱちょっとローソーの枚数でね、よく見えちゃいましたね、地層が。さあ、これで、相川がトップ上に立っての難入です。29,800 点で2回目の親番を迎えた相川。今の仕方ないな。ローソーはこのが悪い。いや、間違いない、うん。めちゃめちゃ通りそうだし。ね、地層切った後の残った形ってちょっと悪いですよね。まあそうですね。ねまあチーピン切るのもね、ちょっと面白いんですけどね。チーピンが一番切りたいけど。なんか通りそうなのが地層だ、地層でしょうがないみたいな。さあ、相川、想像がやや多め。そうですね。ドラマチーマン。ちょっとあったりなかったり。ヒップメア、いいぞ。なんかトンバ、何もしてなかったみたいな。確かに。何もってことない。ちょっと。結構いろいろあった。そう。乳首あったぐらい。ガオをしててから強くなったの。これ、相川さんの。ガオじゃんし。ガオしてた。ガオしてましたね、今日。してた。いつもしてますよ。本当に。あれ、ガオなんや。でも、それを捨ててから、え捨ててから。捨てた。今日捨てたよ。捨てないみたいですね、どうやら。今日めっちゃやってましたよ。ガオ系じゃんし。捨ててないやん。なんといつ。うわ。ここはどうしますか、うん、自敗いや、急走。そうですね。結構やっぱ大橋は自敗を残しながら。ちょっと安全牌候補をちょっと多めに持っときたいみたいな。まあなんか割とこう受けて立つみたいなとこありますよね。自分からどんどん輪をかけ回していくというよりは、みんなの出方を見ながら、してるかどうかみたいな。今年はアサミンが女優ジャンになるけどね、だそうです。なりますか？どうなんですか？4分の1でなります。あ、今決定戦。はい。あ、そうなんですね。相川さんと、大島さんと。何パーぐらいですか ?25% ぐらいです。もうそう考えたら逆に関西で決定戦2人残ってるってすごくない？確かに、それはすごい。すごいでしょ、もうずっと関西から頑張って通ってるから、もう。じゃあ3人関西だったら関西でやるとかあるんですかね。あ、もうそれでしょ。それはね、ずっと五十嵐さんに言ってるんですけど。それはさすがにそうじゃないですか。少ない方に合わせたもんね。まあ、ただいろんなね、問題があるから。配信が。そう、配信の設備の問題とか。あ曲そう、とかいろいろあって、まあどうなのかみたいな。なるほど、ね。あとだから A リーグとかも、なんかその何人以上、例えば12人中の、例えば4人になったら、なんか3分の 1回はその、大阪場所みたいな。そうしてくださいっていうのを前から言ってますけど。でもほら、一応ファンの前で見てもいいわけですよ。みんなファンが見学してもいいわけですよね。そうなんですよ。だったら、ね、ちょっと関西のファンにも見られるような場所が。まあ実際、最高位戦とかはね、なんか北海道でやったり、大阪でやったり。A リーグのなんか一発目とか、あとかね、やったりしますよね。なるほど。あれ結構面白いなと思います。一回だから2年前かな、女流 A リーグ関西でやってましたよ。あ、マジで？あ、そうなんですね。こんだけ。さつきさんが関西来て、鳥居さんと石井さんと、
ああ、なるほど。みんな関西やしみたいな。まあ、一人だけだから、むしろ一人だけ関東やからみたいな。かな。なんか、米崎さんいたかな。めっちゃ関西。2対2かいて、3対1かいて。めっちゃいいけど、最近だから、なんですか。組み合わせによっては全然ね、柔軟にやってもいいんじゃないのって、うん、まあ思ったりもするんですけどね。そうやそうやですねんって、ボケやんですか？ボケやんですね。有名人ですね。ただ、この2、3年はやっぱ配信、ほぼ配信になってしまってるんで、なるほどね。縛ってるって言うとあれなんですけど、うん、ならせてもらってるっていうか。そっちの事情を優先してるっていうところなんですかね。まあそっちの方が確かに見る人数は増えますもんね。まあ僕は知らないですけど、もしかしたらそのもう全節、どこどこと契約っていうかなんか、うん、なんかやりますよみたいな約束になってるかもしれないから。うん、ああ、我々の知らんとこ で, ってことです、ね。そうそうそう。だから今そんな、今更関西だから、こっちにしようって言ったら、いやだってもうその、どっかとも契約ができてる。大人の。ああ、そうかそうか、そういうことか。そうそうそう。なるほどね。まあわかんないですよ。これは全然わかんない話です。まあ想像の中ではそういうことあってもおかしくないみたいな。はい、さあ、この曲は、相川がね、もう、金譜確定のイーシャンテンになってます。うん、あんまりなんか進まないですね。急奏が結構薄いんですよね。急奏もないんですね。うん。内奏がない。9が3、6が2。ああ。なんかでもみんなもじもじしてる。なかなか。うん、ちょっとずつ形は動いてるけどみたいな。でも、だから例えばドラがすごいあるとかね、うん、上がるだけで高いみたいな手の人がいないですもんね。そうですね。どっち？まあ、フーが行って変われば3色とかあるかな、みたいな。3か9か。9、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 
でもいいじゃないですかね、スタジオで。いや、でもこのチーさんの子そう、ね、消さないもんね。どうなんですかね。それは本部長に聞いてみないとわかんない。本部長。本部の長。だその、これはもしかしたらなんですけど、はい、本当にその、例えば、10回全部、スリアレルするから、なんか使用料がちょっと安くなってるとか、そういうのがもしかしたらあるかもしれないから、うん、そうそう、だから、その、まあ、ちょっとわかんないです。あ、なしで。あ、そっかそっか、契約的なやつ、ね。契約が、そうそう。まあね、無料で、やってるわけじゃないですもんね。やっぱスタジオもね、めっちゃお金かかってるんで。うん、そうだ。シートシャンテンマー、ふわちゃん。ふわちゃんじゃないの。相川さん。ちょっとね、天杯の可能性が広がりましたけど、うん、けど、もう14巡目もう13巡目か。もう本さしてよ。みんなもじもじしてる。誰や誰や、ヒリュウが、シャーチャでシャーポン。イシャンテン。イシャンテン。リャンカンリャンメンのイシャンテンですね。リャンカンリャンメンのイシャンっていう意味では、フーアもね、そうなんですけど、うーん、フーアこそむしろずっとそうなんですよ。もじもじ全く来ないっていう。パーピンが出ちゃうかどうか、意外と絞る。さすがです。3巡前にパーピン切ったとこなんですけど、やっぱ、ポン出し9ピンなので、ピンズの上持ってるかもしんない。てか、まあ絶対持ってるんで、やめとこう。ああ、天杯。さあ、チート。リャンペイこの辺かもあるんですけど、6球数がもう極薄という。4切ってリーチしちゃう？リーチ。リーチもある。あ、中筋。そうっすね。一応、中筋ですね。普通行きたくない人からうっかり出るかも。下ろす意味もありますよね。チート1。ウーマン残り山1？いや、ウーマン残り山1だし、なんなら出してくれるかもしれないですかね。選んで打ってくれるかもしれないんで。悩んでるなぁ。やっぱ今って、一番注目されるのシャーポンした人じゃないですか。うん。から、その人に対して、まあ、ウーマンなりスーマンなりが打たれること絶対ないんですけど、自分がここで親に打ったら、やっぱ自分の方が注目されるんで、うん、自分の捨て牌に対して切ってくれるかもしれないんで、みんなが。立て。そっと置いて。T にならず。あ、うん。うん、やっぱもう、大橋はめちゃくちゃもう、守備を。もうええかみたいな。そうっすね。うん、さあ、風はもうね、文字文字。聞けない。文字文字も。全然、なんかね、両品も、両品なくなったし、ね、チーマン。どなかあかんねん。チーマンはね、さすがに。T。T!
もん。さあ、キリウムって仕掛けたものね、あと一杯引けません。パーマンでした。そう、大橋の下茶はちょっと不利かもしれないですね、そういう意味では。ああ。おー、取った取った単ネオツモチートイ。3200オール。さすがです。さすがです。お姉さんさすがです。これはうまくいきました、相川。でかい、残尿ル、うん、1万点収入やからね、4万点ぐらいになるし、3、9、ニコニコやみたいなのがめちゃくちゃ偉い。ニコニコチート。いえ。いえ。でかい、これはでかい。チーム的にもでかい。うん。さすがです。これで頭一つ抜けた形になりました。マージャンカボ神戸店チームの相川。その後は大橋さん着順を落とすだけ。そう。あ、報告ありがとうございます。報告ありがとう。ありがとうございます。あ、そっか。相川さんまだ1歳か。ほっさほさやで。令和生まれ。ほっさほさやで、ほっさほっさ。ほささんですね。ほささんですね。はい。さ、日本馬です。ドラガトン。もう言ってた。おー。マンズに向かって。ドラはドラはティーティー今度ね、あの部分が結構ね、ティーに変わってる。キリュウはすごい酸素引きましたね。3色もある。これでもちょっと、自敗も一組ぐらい重ねたいですよね。頑張れ。ミヤちゃん金のめっちゃ早なった。やる気になっちゃう。やる気になってめっちゃ早なった。カンカンって。さあ、一気に行くか。おっと、アンズ一メンツ。あ、でももともとメンツあったんですね。お？うん？三色。染める？三色。お腹がなった。うん。こちらがワンズのこいつ。キリュウももしかしたらソーズに向かっていきたいのか。そしてフーは6チッパーを狙うか。チーマ切っちゃう。うん。ちゃおう。ドラのトーンが早くみんな重ねたいんですが、うん、3人に分散。特にここは重ねたいですね、めちゃくちゃ。ああ、そうですよね。フーアとかはね、別に単品3色あるんで。ソーズか？お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 ？ソーズとマンズがいる？お？さあ、1通が。新品いっちゃおうか。いかない。マンズがもうこれ7枚になって1通が見えてきた。さらに伸びる。伸び伸びしてきた。で、できた。1個できた。マンズと自敗だけになっている大橋。6チッパーまであと1枚。パーマンテンションもちょっと薄いんですか、うん、そう。薄いんですよね。本一の人はいるし。一通シャンテン。あ、報告ありがとうございます。はい、ありがとうございます。第3。第3。ありがとう。これ 1000p って1000円ってこと？わかんないんですよ。広告どうやって買えるのか知らんかって。買ってもいいし、なんか、時々プレゼントで増えてたりしますよね。ティーった。ティーった。ティーった、ついに。ズバッと。月優勢。他はどうするんですかね。合わせてきるか。かなせ、あの、重なるチャンスか。そうですね。本日、ここは合わしたいですけどね。本日の人は別に重ねたいんで、むしろ。むしろ誰も合わせてないから、あるんじゃないのみたいな。そうですよね。でも、かはおかしい人が。そうなんよね。いるから。そうなんよね。でもそこも泣いてないってことは、あ、確かにやっぱ、持ってないんか。持ってないか、1枚。まあ、2枚は持ってないよね。うん、普通、泣くし。そうず。
ていうかマジここでトーン。ハイパイで1枚ずつトーンあったんですね。ちょっとコメントで、あ、失礼しました。失礼しました。すいません。想像染め切れるか。そうだ、パーマンが薄いのでここが厳しい。ピンピンとかめっちゃいるよ。ああ、1つになった。天才ですか。高め1つ。はい、カリーチ。さらに畳みかけていきますね。高めのローマンバニ2枚。アンズめっちゃ切りたくない。いや、欲しくない。まあ、積もれるから逆に4000オーナーの。お来た。さあ、一押し。しぶしぶ T。あ、テンパッ、あ、こちらもいった。パーマンは一番生きてるか。そう。これね、めっちゃ偉かったんですね。チーピン残したの。トーンをちょっと二巡立って合わせて、みんなに通りそうなチーピンを残してたんですよね。自分がいらないんですけど。なんでリーチかかってもね、押し返しやすいし。ん？パーマン対サブローマン。そこに気流が。あるんかな、ただ、あの、フーは何してんねんみたいな手配ですけどね。確かに。真ん中しか切ってないですね。あ、でも、パーマン。うわぁ、いいぞ、痛い。いでも、ここで放流。まあ、気流、そうですね、シャーぐらい切りたいですけどね。シャーぐらい、ちょっと許してくれよって言って。ごめん、みたいな。そう。だって当たっても高くなさそう。シャーやったら。まあドラを切ってる以上、ね、チートイドラドラとかがないので、シャーチャーでもないので。てかパーマンないんか。まあメンタンピンなんでね、5で上がって、まあ全然嬉しいっちゃ嬉しい。パーマンない。あ、そうだ。バニー1枚出てましたね。そう、このようにない。このようにない。高めがない。気流もテンパイ入れたいところですが、あこは、あこ、実際隣やし、隣勝つ隣みたいな。サブローマンも全然ない。ローマン、おっと、来たけどでもちょっと遅すぎる。人命がちょっと深すぎたか。さすがに無理だ。ちょっと、何聞いた？これ何？パーピン。パーピン？もうツモがないんですよね。パーピンは。ああ、からず、さあ、あとは6万か？お願いとか。5万か？うん。また供託が溜まっていく。これは展開だ。めちゃめちゃ流局する。そうですね。うん。なかなかの、もうすぐ1時間ぐらい経ちます。なんと、ロングゲーム。え、もう1時間ですか？ぐらいじゃないですか？そうなの。やっぱあんまりこうズバズバ行く人がいないんで、誰かがこう先行するとそれに合わせた重い展開になることが多いですよね。なんかこんなのをトンパツでも見た気がする。何一曲あれトンパツかもしれん。なるほど。これ見たぞ。でまた相川がリーボー出してね、また相川がリーボー出して、それを大橋とか桐生がさらに、うん、またフワちゃんがかっさらったら確かに3600円。西日本リーグは時間打ち切りありません。あ、東日本あるんですか？あるんですよ。あの、6回戦1日放送するんですよね。だから前半組と後半組。え、午前からやってるんですか？朝11時からでしたっけね、確か。解説の人も変わるんですか？解説は変わるんじゃないですか？あ、ごめんなさい、ちょっと、憶測で言っちゃう。解説ずっと。いや、でも実況は一緒ですよ。筒井さんがずっとやってるはずです。筒井さん、お疲れ様です。お疲れ様です。だって、筒井さんだって、ここもたまにコメントしてくれるし、確かに。すげえ。めっちゃ見てくれてる。うん。やっぱその、西日本から勝ち上がった選手のね、お話をするときもあるし。すごいよな、筒井さんまで。お、いい。みやちゃんの。イーペイコーの種は揃った、チートイツとイシャンテン。どっちもある。すげえな、10時間喋りっぱなしか。すげえ、筒井さんすげえ。前まで11時やったじゃないですか、関西も。そうでしたっけ？ 12 時？いや、だから12時からのなんか4回戦が来て、だからそのなんか、それで3回だったのを、あ、4回だと3回にして、なんか8時ぐらいとかになることがあって、そっちのがでも、今のが楽ですよね。楽3本で、です。
なんかなってる。松屋に行ってて役満とかは見逃すお茶、まあ、そうなんですよ。とっといさんそれでコメントしてくれるんですけど、大事なとこに帰って今見てませんでしたみたいな。タイムシフトまであと数時間ですみたいな。あれすぐ見たいですよね、タイムシフト。追っかけできたらいいのに。さあ、リャンソー、アンコドラドラですよね。なんとかうまく上がりに結びつけたいんですが。簡単にしたい。キャンタ三色、ジュンちゃん三色、ホニャララ。パーピン、めちゃいる。四対一になりました、大橋。なんかあんまペンキーマンにはなってほしくないですね。うん。お、引いた。ヤンマンか。よきよき。ドーンですわ。重いの引いた。まあ、キリ言ったらしいね、切り方でなんかやる気がわかる感ある。ああ、お、ドラアンコですよ。ダメや、それは。めっちゃ上がりたい。めっちゃ上がりたい。水槽とかですか？チーソー。チーソー。まあでも。シャーチャ？いや、シャーチャじゃない。ペーチャですね。どっちかというとくっつきですからね。そうですね。シーマン、シャーチャー。セレブですね。シャーシャー。シャーシャーはかなりのセレブ。でも、タイヤぐらいですけどね。曲げた。ペンチキ。ペンチマン曲げた。ほほ、勇気ある。チーマンでもあんこなんですよね。はい、そうなんですよ。神ちゃんの。神ちゃんの方は。ない、チーマンないわ。出ることないわ。どうしよう。どうしようかな。とりあえず、チーマンチーピンとか。チーピン行って。みんなどうするみたいな、うん。みんな降りるんやったらもう終わったか。ないよ。ないよ。まあ、フーアはね、さすがに、お、一旦テンパイだが、曲げるか。関数ピン2枚切れ。曲げにくい。全然曲げにくい。スーソーは取ってる。シャーシャーもあります？シャーシャー。シャーシャーでちょっと。お茶を濁すのはどうですか？曲げた。おー、いった。関数ピン。バチバチ。バニ2枚のカンちゃんですからね。パーピンめっちゃいるから、パーピン引いて。パーピン。パーピン。あー早く。ノー。もうじゃあ、関数ピンしかないから、関数ピン引くのを待つみたいな。確かに。まあちょっと追っかけられたキールも寒いところですが、追っかけるフーガも寒そう。でも、2枚は山やに、山にいるんですよね。ね、意外と、ね。山々。ピン。いや、これ曲げるんですよ。あれ、ウーピン3枚見えて思ったら、スーピン絶対いるとか思ってしまう。ワクワクする。そう、来たーみたいな。これはみたいな。あれ、シャンテン。戦える。パス行かないよね。ここは、怖いよね。様子を見ました。シーソー切り。さあ、決着つくか。おー、決まりました。リーズモドラさん。裏ドラ、裏ドラ予想しなかった。あ、ほんまや、よかった。2000円、まあ、しかし、はい、またまた教託を泥棒したのは、ふわちゃんでした。ふわ。悪いやつだな、ふわ。教託ハンターふわです。ふわってキャッチコピーみたいなの？え、多分、教託ハンター。うん、教託ハンター。ふわ。今取ってつけたよね。さあ、なんと2曲です。ここまで、なかなかね、上がりが、に結びつかない大橋、17,700、3着目。まあ、上下が、上2人と下2人みたいな感じになったけど、うん、まあ、いいように考えたら、いい層チームを落とせたとも言える。あとはでも、ここで親かぶりですね、まずは。そうですね。ここで、なんか気流がなんか上がって、親かぶりして、ラス確定して、っていうのが、まあ、他の3チームにとっては理想。ラスを迎える。あとは俺さ、トン持ってる。トン使いやん。まだトンを使ってくる。トンなんか。親番。トンが有効な時だけ絶対トン持ってる。なるほど。印印印。恐ろしいわ。すごい。さあ、泣けるか。てかまあ、泣くと安くなってしまう。17,700としては朝出た。ここは、泣きませんでしたね。その間に冬が、チューン、アンコ。うまい。
やめになったソーズ。どんなかんかったんや。ね。そう、まあ、だいぶ1500、まあ、日給になるので、まあ、一応まだもう一個あるでしょ、みたいな。まあ、あと頭がないっていうのもあったかもしれないですね。お、マンズで両面ができたいか。ハク行きますか？行きません。行きません。いい感じ。頭あった。え、キャッチフレーズあります？ないです。さあ、テンパイ、カンウーピン、出上がりが効く。え、教会ってみんなある気がする。教会みんなあるんですか？え、あるやろ。私はあるんですけど。何？何？え、降臨朝ミラクル。マジ？はい、それほんまや。ほんまのね、朝ミラクルっていうのがキャッチフレーズなんや。降臨つきます。あ、降臨朝ミラクル。あ、ラメになりましたよ。リーチ。さあ、ここでリーチ。リーチちゃん。リーチちゃん。できるできる。できる。でも上がること自体が今は結構、ね。まあでもちょっとね、冷たいですもんね。詰めると、これ詰まれば逆転っていうね、うん、瞬間。言うてその、言いそうの順位がうんぬんって言ったけど、それは風和にとっては自分がトップを取るのが一番。そうですね。嬉しい。個人の。そう。まあその上で余裕があればっていう話なんで。うん。T 泣いてた。T 泣いてた。気づかんせん。気づかんせん。朝ミラクル。言うてた。T 泣いてた。朝ミラクルとか結構いいよな。馬の皮脂ミラクルから取りました。あ、へえ。まさみやからな。先輩が。自分の名前に、いや、全然いい。かかってるのもいいんですよね。いい、いい。いいです。覚えてもらえるし。僕もキャッチフレーズ変えました。変えた変えた。何から何へ。だから、サボらないマージャンちょいちょい言ってるんですけど、なんか僕がプロになった時多分23とかぐらいだったんですね。はいはい。で、チキタさんがリーチ小僧っていうのをつけたんですよ。うん。でも37ぐらいになっても、小僧はないの？小僧ですみたいな。もうなんか気まずいみたいな。そろそろ中年に。そう、もうやべえ。小僧ってみたいな。リーチおじさんですかじゃあ。リーチおじさんでもいいぐらいけど。でもそうなると村上さんがちょっとあれなんで、かぶってくるんで。リーチ長寿。そう。なんでもサボらない麻雀に変えてくださいって言って、近代麻雀のプロフィールみたいなやつとかも。あー、なるほどね。サボらない麻雀。自分で言うんですね。だって、なんか女流の人とかも、なんとか姫とかつけててさ、うん、ちょっとこう10年選手となってきたらさ、うん、なんかちょっとまあ、まあ、みたいな。そう。じゃあ私35ぐらいになったらちょっとミラクルではなくなってきたから。ミラクルはでも、まあ、ミラクルはいけそう。現実派。そろそろ現実見ます。なんか、コリン星に帰っちゃう人みたいなね。確かに。でも、コリン星もなんか35ぐらいで引退したって、ね。ああ、そうなんですよ。コリン星爆発した。その設定はやめましたみたいな。なるほど。まあ、卓上の舞姫とかはね、めちゃくちゃいいと思うんですよね。やっぱもう完全に、あの人だなってわかるじゃないですか。その姫使いは別にいいですよ。そう、それはもう舞姫は舞姫っていう単語だし。あ、なんか追いつきそうですよ。なるほどね。すいません、全然麻雀を。キムさん追いついた、でも、リャンピン。でも、刺さる。ぶっ刺さる。ピンチにぶっ刺さる。リャンピン全然切れたくない。でもね、3ピン引け。引けない。リャンピンなかなか。え、24歳姫いる？え、だからあれやろ、令和生まれの相川さんのこと言ってんじゃない？多分。お、え、でも相川さんって姫ついてたっけ？何やったっけ、ないですか？マンガンセレナーデとかやったっけ？違うな、それ別の人。なんかそれ違う人な気する。何やったっけな。まあ、それと相川ファンの人教えてください。教えてください。ガオーやった気がする。ガオーじゃんし。ガオーではない気がするけど。清純派じゃないですか。清純派？清純派？清純派って言ってる人に清純な人いるんですかね。絶対にヒント。ボソ。すいません、誘導尋問みたいな感じで。さあさあさあ。そうしていただいた。相川もここはね、やめますけど、下茶の大橋にテンパ入れてもらいたくない。あれ、これ白が泣けたら。出ちゃう。とりあえず、9層もどうでしょう。でも、パーソンが、6層だけ通ってないっていう。あんなにパーソン切れてんのに、なんでやねえ、みたいな。今度はすぐなんか9層を掴んで切った人いたら、マジで、さっき切ってくれよって思う。私の時間返してみたいな。はいはいはい。この悩んだ時間。勇気の無駄遣い。
か俺が、あ、さあ、和感しなくても。ロマン取ってるから。はい。いける。椅子でもないんですね。相川さんは清純派乙女系じゃんしですね。そうですよね。じゃあ大丈夫や。大丈夫。何が大丈夫なんですか。え、なんか姫がダメなんでしたっけ。いや、ダメとは言ってないです。年とか、いろんな変化とともに、なんか。乙女系はいけますか、うん、ちょっとアニメ系。厳しくなってくることもあるみたいな。なってくることもある。まあ、そのキャラにもよるしね、なんか。だってなんか、めっちゃ綺麗だなみたいな人とかもいるやんか。俺は個人的に小僧はちょっとしんどかったっ。小僧。まだ小僧か。もうそのうち、いつかジジイになる。座りました。そのうちジジイになる。どんどん。もう、ビーズモチューン12戦の上がりです。これで一旦トップに立ちました、フーア。いいよ。12戦で500かぶりです。うん。まあそうだけど、これはもう結構3着4着と1着2着はめちゃくちゃ熱い。そうですね。確かに。気流としてはここ今ラス目をとりあえず脱出して3人目をね、狙いたいところです。2000オールでいい。2000オール。4は行きすぎ。4オール言うと結構。結構だってトップ争いに入ってきますよ。2000オールぐらいで。さあ、長めの対局ですが、今、何の3曲ドラが3番1番やるありかわ、そしてペーチャー大橋がペーを統一、すごいな、めっちゃ役配統一やん、さあ気流ドラドラですから、なんとかねこの3番統一のまま2枚のまま使いたい、役あり女や、役あり女、訳あり女じゃない。役あり女。その役っていうのがね、マジの役だったらいいですけど、役日の役だったらちょっと怖いですよね。じゃあやめよう。やめよう。おっと、ペーポン。この親だけは。とりあえず直そうと。確かに。いったね。この親流したらね、結構。うん。この順位で終わってくれる分にはうちは嬉しい、うん、そうですね、まあ嫌だ、そう、なんかイーソーを沈めるみたいな話をしてたんですけど、逆にイーソーから見たら、はい、なんかあのボタンがトップ取ってくれる分には、うん、まあまあまあ、そうですね、キングさんが2着とか、ね、あの上の方になるとめっちゃ嬉しいやん、ちょっとここでね、なんか、キリュウ、4000ホールとか言ったら、ちょっと、イーソーにとっては嫌なんで。さっき言ったみたいに、自分が凹んで相手が浮いたら2倍縮まるってことなんでね。うわ、ちゃんがシャンテン。さあ、ドラにくっついた。さあ、これで、カンパーピンターツを払っていきます。リャンメン、リャンメン。てか、大橋必死っすね。ちょっと珍しい。なんか、そうですよね。こだつないでまだちょっと。あまり、なんか、じっくり型というか。そういうタイプじゃないんですけど、やっぱここは勝負どころだと思ってる。だってもう一個の相手も、優秀。ああ、これで優秀になった。超優秀。サブロー、サブローのインシャンテン。ちそぎるんや。おーっと。いいシャンテン。完全いいシャンテン。取るか。パク。ちょっと先切りしちゃうか。さすがにここは。ブクブクブックマークです。もう一回やってください。ブクブクブックマークです。それちょっと面白い。使おう。え、これ私、だいぶ前にお客さんがずっと言ってて、ずっとそっからやってます。ブクブクブックマーク面白いな。ブクブクブックマーク。さあ。フーアが一旦そうですね、テンパイが入りましたね、カンウッソーの闇天、うん、盤石、ただこれもね、リーチ来てもおかしくないですよね、これだって三層アンコってリーチ来てウソ余ったら結構最悪ですよね、うん、あのキリュウが先にリーチで、どうどうレインする、どんどん立てにね、うまいやつかな、嘘、うん、パーン、パーン言われてね、ウーマンが、あの、キリュウのゲーム、パーン、パーン、単妖か、イーマンキリ、単妖ですよね、おそらく食いたんでドラドラを使うと全然無理や、この仕掛け3層の
なんか追い出し効果みたいなのもあるんですかね。プリテンやもんね、ロッキュービン。そうそう。プリテンやし、肩上がりやし。あれ、5、7ってこう、横に置いといたらバレないんじゃない ?6、7、8って左に置いて、5、7って右に置いて。そういうこと、うん。貫禄に見せかける。貫禄に見せかける。貫禄瓶ですけど何かみたいな。あまりそういうおっちゃん。それはバレないですね。あ、全然引かへん。ねえ、この仕掛け。ここもや。ここも引かへん。あ、酸素吸収された。お前お、3瓶いっちゃうか。3色も、ちょっといって代わり。ちょっと3色も。ち、ティ。ティ。ティティ、ティ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 。そか、これで高め両腕で、あ、しかしその前に、長めになりました。ピンフー。カウソーからうっぱそうになってのピンフー。ああ、これ、もう、あかんわ。さあ、オラス。絶対にトップ取る、もしくは。え、こんな離れたの？じゃあ、5000点取ったら。そうですね。気になるかや。点数ずれますよね。まあ、ずれますね。最初のうち、特にね、回ってるうちは、割と。確認して、はい、え、前、役満上がってたよね、ふわちゃん。上がってた。スワンコ。ボタンチーム2回役。ボタンチーム2回役も上がってるのになぜか。まくられててる。まくられてる。スワンコ、スワンコ言うてる。まだボタンチームとしてはトップも取りたいが、稼ぎもしたいんですよね。うん、確かに。やっぱり。これ、4ポイントね。12ポイントめっちゃ大きいですよね。家族の子をずっとしていったら。さあ、そして、相川は、これめっちゃ上がる。3800差。そうですね。まあ、残休で上がりか、みたいな感じですね。ありがとうございます。なんとかドラの数層を組み入れて、あとは一発裏ドラにも期待と、いうところでしょうか。さあ、そして、キリュウは最低2600点で同点。これ同点だったら同点なんですよね。確か。これはすんなり決まりそうだ。サブ6球層6球ピン。その他いっぱい受け入れのあるイシャンテン。いっぱい受け入れある。あり広い。もう優勝や。え、何本何本？いや、なんかいっぱいです。3000？ いっぱいいっぱい。何が？あ、点差ですか？あ、3球、3球以上ですね、上がりだと。3球以上。うん。まあもちろん、ご本人からだったら、あれですけど、ね、そう2000とかでいいけど、まあ。4000点ぐらいの差がある。スーソー引いたらもう満体か。もう満体。でもサブロッケーソーがいいな。喜、うんでベチコン行く。うん。ハピー行こう。いけ、ハピーの。あ、あ、リーチするでしょう。これは、リーチ一丁。残2からですか。残2なんで、まあどっちみち、うん、まあ一発か積もか裏か。どれか1個はいますね。早くね。さあ、40メリ1がかかった町は6球ピン。早そうだもんね。これね。3枚。さあ、大橋はこれ打てない。打てない。大橋は打てない。大橋から出て。ああ、キリは逆に行きやすいですよね。条件軽くなりました。3枚、3枚。これ9ピン出るのあるんじゃん、マジで。誰かですか？え？風和から。風和から9ピン。うん、ってことは3枚あ、まあ、今ちょっとローマンが通ったんであれですけど、うん、さっきまで現物らしい現物がなかったんで、まあ、これローマン通ったら一旦9球いくと思うんですけど、結構手詰まるかも。そうですよね、うん、6球ピン手詰まったら端っこって言って9切るかもしれないんで、はいはいはい、端っこ通る理論。そうだってだって分かんなかったら、それはだってそうせざるを得ない。真ん中よりはね。そう、だってなんか、そうそうそう。なんでもない数ピンとかよりは、それは9切るでしょっていう話になるんで。一旦ここも9行って、で、あとは脇から9がこぼれた時にはどうするか。さあ、6ピンくっついた。少しずつ間違う薄くなっていっています、相川。もう結構なんか9ピン出しそうな人もね、いないんですよね。なんか他の2人も全然まだ手が届いてないから、まあ。そもそもピンズの上が出てないですもんね。ね、なんか壁とかもできそうにない。となるとね、結構積もれるから嬉しいんですけどね。むしろ出てほしくないんで、脇からは。まあ、一旦これでいいピンとかいっといて、はい、いかない。3ピン通ってた。ほんとこれ、
秋から行った時どうすんのよ。でも上がるんじゃないですか。1個でいいですもんね。積もればいいんだけど、ノーテンバフでは変わらないですね。ないです。リーボを出す前の一人テンパイとかだったらいけたんですけど、まあ、あそうか、さすがに。さあ、どうする？なんだろう、Eピン？もう、リャンピンが早いから E ピンか、まあ、全然上通ってないけど、Q ピンか、一旦 E ピン置いてみて、うん、とりあえず E ピン行きそうだけどな。が一番ね。数値数は全然通ってないし、まあ、ピンズの真ん中も全然通ってないし、うん、まあ、E 数値も全然通ってないので、キューピン、もう本当に E ピンか E マンかキューピン。いやでもうちはキューピンでもいい、キューピン。キューピンお願いします。結構出そうですよね。キューピンお願いします。本当3分1ぐらいですよ。キューピンお願いします。それか、キューピン。無理やり数層切って、あ、数層どれか。そっか、イスチーマスチーソン乗ってるから、ね、絶対無理。無理。やはりここはキューピンに手がかかってしまった。リーチ、ドライチ、3200の上がり。これはまあ直撃で、逆転トップということになりました。はい。だって S 字しか持ってない。いや、もうしょうがないですね。さすがにちょっと早すぎてわかんない。ちょっとね、同じ筋が固まっちゃってね、最後は手詰まりからの報酬ということになりました。以上をもちまして、1回戦が終了。トップは麻雀カボ神戸店チーム、2着が、ボタンチームですね。はい、3着がイーソー、4着がマージャンキングチームの、ということになりました。この後 CM を挟みまして、本日の第2戦の模様をお届けしてまいります。しばらくこちらをご覧ください。